最後に挨拶用に下げっぽくヘッドセットマイクを用意しました。あのさ、そぎりちゃんのヘッドセットマイクもなんかできるんじゃない宣伝さんの笑いがだんだんこうねって感じになってきたね。ヘッドセットマイク、いや確かにヘッドセットっちゃヘッドセットだけどまた違うじゃんヘッドセットの意味がまた違うじゃん。確かにヘッドのセットだけど久しぶり、ダミヘですね。そう、まあ、ニコ生的には弊社の稲川絵里と一緒に番組をやって以来のダミヘさんなんですけど、あんまりね、女性ってダミヘさんと合わないんですよね。え、これ何、今ダミヘになってる？なってない。クリスマス以来の再会です。うん、ダメ編になってる？おいしい。うん、はい、というわけであっという間の1時間もう46分経ってるんだね。今後ともっていう前に先にダミヘをやるんだな。楽しかったですか？どうでしたか？どうですか？あ、ここにゴープロさんがいる。ラジオもやってるから聞いてね。わかった？はいは？返事は？ねえはい、おりこはい、というわけで今日の感想はまともに言おうと思います。別に私日々一人ってわけじゃないです。日々別に一人じゃないです。だけどみんながいるっていいなって思いました。1話ね、私自身が見ても、待って、これまだダミヘ？ダミヘじゃないよね。1話は、私自身が見ても、2話が楽しみになるものだったなって思いますんで、まだアフレコ頑張っております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。そして、キャラソーも頑張って、まだ撮っておりませんが、撮ります。さぎりちゃんのキャラソーどんな感じになるのかなって、すごく私も楽しみです。皆さんも楽しみにです！何はともあれ、ついに始まりましたアニメ「エルマガ先生」。